い姉さん。何？島だぞ。ワクワクするな。ああ、いい感じ。ちょっと変わってくれ。あちこち飛び回ってはずいぶんヤバい目に遭ってきた。けどようやくここまで来た。ちょいと一息ついて祝杯と行こうな。偉業を成すのも小さな一歩から。いいか姉さん、エレナなら平気だって。エイブリーの財宝だ、喜ぶだろ。どうかな、今回ばっかは年貢の納め時かもな。リバタリアは意外と小さい。確かに、でもここでいいはず。上陸できるとこを探そう。とりあえず島っぽいのあったな。ああ島っぽいのね。人工のものを探すんだ。ああ海賊っぽいものかな。ああもしかしたらリバタリアってやつは小さな海の家だったりしてな。じゃなけりゃ火の小屋とか。エイブリはお宝を隠す仕掛けに熱中しちゃって、リバタリアを作る前に金が底をついちゃったのか。ああなあ、もしそれがマジなら身を隠さないとヤバいことになる。サム、調べてみよう。ああそうだな。誰の墓だろうな。ああ死人に口なしってな。何見つけたんだ。バーンズ？マジかよ、これはバーンズの孫が書いたもんだ。だからパナマの十字架は空洞だったんだ。ここまでたどり着いたのか。さあ行こう。なんだよ、行くんじゃなかったのか。手の込んだ宝探しは別として、エイブリーは正しかったな。どういうこと？奴には信念があった。自分のやり方で世界を股にかけ成功した。まあだな。でも最後には賞金首だぜ。分かってねえな。終わりよければなんとやらだ。ひょっとしたら笑って死んだかもしれない。
レイさん、見ろ、船だ。残骸だけど。そんなビッグニュース聞いたことないし、ダメだったんだろう。さっきの墓は乗組員のか。なんかワクワクすんな。ああ、旦那。不思議だな。ずっと探してたものが目の前まで来てるっていうのに、期待と怖さが震えちまう。経験したことあるだ。あるよ。姉さん、見てみろ。ありゃどう見ても人間が作ったもんだな。違うな、海賊だ。あの塔に行ってみよう。ああ。これは何かのドアだ。下には部屋か。それもでかいやつだ。ここにお宝があるってことか。まさかそんなわけないだろう。エイブリーのお宝だったらもっとうまく隠してあるはずだ。それに守りも厳重だろうな。まあ確かに。古い見張り塔みたいだ。上からなら何か見えるかもしれない。オッケー、登るぞ。サム、こっちだ。
何かのシンボルか。コンパスの針か。おお、どこだ。お前の真似をしたんだよ。とりあえず押す。見ろよ、同じシンボルだ。上に針、どこを指してるか確かめるぞ。行くぞ。ボートは下だ。行かれちまったバーンズの仲間、置き去りかよ。ひってえな。矢印の方向に行ってみよう。分かった。サム、行こう。分かった、行こう。おい、見ろ。また矢印だ。おい、見ろ、イルカだ。イルカぐらい見たことあんだろ。そりゃあるけどよ、もう何年も前だからな。見た目はそんな変わってないだろ。でかいもんだな。いい感じ。痛えな。なあ、どうだ、楽しいだろう。何が、崖登り。そうさ、秘密の海賊島で崖をよじ登ってるんだ。たまんねえだろ。だな。俺は結構好きだけどな。よっしゃ、ちょろいもんだぜ。待ってよ、落ちて死んじまったら笑えねえだろ。うわ、エイブリーは案外派手好きだったみたいだな。そりゃそうなるだろう、金はたんまりあったんだ。どうだ、お宝がうまく隠された場所ってのはここのことか。もうすぐだ。ほら、近くに行こう。おい、またか。入り口が瓦礫で塞がれてる。最高。まあ何百年もすれば古くなって崩れるってことを考えてなかったんだろう。だな。他の道を見つけよう。
おいサム、ちょっと手貸して。任せろ。よし、いいぞ。気にすんな。持ち上げたりくぐったりと忙しいな。華やかなトレジャーハンターの実態。この場所何だったと思う？アーチは聖ディスマス大聖堂に似てるな。けど何だろうな。